なっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？はい、うなぴーも元気ですよ。スティアットホームって言った声でやってきますね。今回はですね、すき家さん行ってまいりました。すき家さん、去年大好評だったニューヨーク飯が復活しました。はい、実はですね、うなぴーね、去年知ってたんですけどね、食べ損なっちゃったんですよ。だから今回ね、ちょっとテンション上げていただきたいと思いますよ。はい、こちらでございますね。はい、すき家さんニューヨークポーク丼でございます。明太子してまいりました。では開けてまいりましょう。よいしょ。もうそのままね、ご飯に乗っちゃっておりますね。はい、上から見たらこんな感じとなっております。2月3日から、こちらですね、並盛り580円、671kcalとなっております。はい、こちらですね、ニューヨークを中心にアメリカで広く親しまれているパストラミに山盛りのスライスオニオンを合わせ、隠し味に醤油を加えたわさびマヨを仕上げましたって言っておりますね。はい、こちらですね、パストラミっていうのはニューヨーク中心にアメリカで広く親しまれているペッパーやコリアンダーなどの香辛料で味付けした燻製肉のことなんですね。このふわっと鼻に抜ける燻製肉、いいんじゃないですか。はい、こちらね、ハーフ&ハーフになっておりますね。はい、パストラミとね、スライスオニオン、そして上にはね、青ネギ、そしてこれはマヨネーズですね。かつおだしで醤油とわさびでね、作ったマヨネーズがね、上に乗っかってるわけでございますね。はい、じゃあこちら実食レポしていきたいと思います。はい、それでは乾杯しましょう。今日は朝日さんの冬のうま口でございますね。はい、乾杯チーズ。まろやかな感じのビールですね。さっぱりした感じです。はい、ではこちらね、すき家さんのね、ニューヨーク飯いただきたいと思います。いただきます。じゃあこのね、パストラミいきますかね。はい、こんな感じなんですね。はい、持ち上げてみるとこんな感じになっております。はい、一見ね、なんかこうベーコンのような感じですね。はい、そして上にね、わさびマヨがかかってるっていうんですね。うん、こちらね、ポークパストラミはね、結構ね、香りがするんですね。口の中ではブラックペッパーの味がぐわっときた感じですね。そして後からね、コリアンダーのようなね、香りが残る、そんな感じですね。で、食感はいいですね。生ハムでもないし、生ハムよりちょっと硬いんだな。でもね、ベーコンって言ったようなね、硬い感じじゃないですね。だからハムとベーコンの間って言った感じのね、食感でございます。で、噛めば噛むほどね、お肉のね、味がして美味しゅうございます。そしてこのマヨネーズがまたいいお仕事してますね。最後、爽やかなね、わさびの味が美味しくしてるんですね。はい、じゃあこちらでございまして、こちらたっぷりかかったスライスオニオンでございます。まずこれだけをちょっといただきたいと思います。このスライスオニオンがね、また食感がいいですね。聞こえますかね、こうシャキシャキっとした感じのね、スライスオニオン。そしてね、
このわさびマヨがいい感じに合ってるんですね。だからやっぱりこれもね、ビールが進んじゃうわけでございますよ。で、いきましょうね。パストラミとスライスオニオンとご飯で、いいよ。はい、こんな感じにね、いただいちゃおうと思いますよ。このね、パストラミのブラックペッパーのね、効いたスパイスと、そして食感、して、それからスライスオニオンのシャキシャキした食感と、最後に爽やかなね、マヨネーズのわさびが入ったソースがまた美味しくしてくれてるんでございますね。ご飯もね、進んじゃいますよ、これは絶対。でね、パストラミね、結構ね、大きいやつも入ってるんですね。ほら、こんな大きいのもね、入ってるんですよ、こんな。ね、ちっちゃいやつもあるけど、大きいのもあってね、これもなかなかね、嬉しいですよね。ちょっと大きいのをね、すくい上げるとね、ちょっと幸せな感じがしますよ。じゃあね、せっかくだから電気圧力鍋さんで作った温玉をつけていただきたいと思います。今度はね、青ネギもね、一緒にね、いただきたいと思いますよ。おお、すごい。はい、こういった感じでね、絡めちゃうわけでございますよ。はい、温玉を使うことによってね、また一段とね、コクが増してまいりますね。そしてそれに飽きたら紅生姜をつけてね。はい、お持ち帰りだとね、紅生姜ね、持って帰れるわけでございますよ。で、紅生姜もね、一緒に、あ、またこれが、紅生姜によって味変もできちゃうわけなんですね。これは最高ですね。はい、今回すき家さんで、ニューヨークポーク丼いただいたわけでございますけれども、このね、パストラミがね、いいお味になっておりました。ブラックペッパーの味もしっかりして、ちょっとスモーキーな感じでございましたね。それと一緒にね、新鮮なみずみずしいスライスオニオン、そしてマヨネーズ、しかもね、ちょっとスパイスの効いた爽やかなわさびが入って、どんどん食べ進めていけちゃうやつでございましたね。こちらね、去年食べれなかった方や気になる方はぜひお試しくださいませ、といった感じで実食レポ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。